ホーチェルカウンセラーの岡部修です。今日は東京から西北白馬にお水取りにやってきました。もう木っぽいなので、このピーカンとこの景色、もう最高な日になりました。そして今日は鬼門遁甲で西北吉報、そして神様のメッセージをいただいて白馬にお水取りにやってきました。ホーチェルカウンセラーの岡部修です。こちらは名水百選にも選ばれています姫川源流お月さんです。本当はこちらでね、水取りをしたかったんですけども、ここは大事な大事な保護地区なのでお水取りはできませんということで、今回は北の佐天満宮の湧き水を取りに行くことになります。今日は東京から西北の吉報へ白馬にお水取りにやってきました。
以上やりました。年に一度のみそぎのために今日はお水取りにやってきました。みそぎのことを詳しく知りたい方は概要欄に書いてありますので、そちらの方にご連絡ください。もしよかったらいいねと登録よろしくお願いします。